冬木さん返事早っ。半身浴中さてさて翼はどんな反応するかな。慌ててそうこれなら面白い反応してくるはず。来た。冬木さんの真面目さがすごく伝わってくるよ。え通話で出るべきだろうか。おーい、わーだ冬木さん、お風呂で真っ赤だよ。楽しいくーの危機を感じる。うちとママ以外は2日に1回とかだよ。シャワーは毎日浴びるけど半身浴ならギリオッケーなんだって。うん、調べてみるよ。それともうちと一緒に行く。そういえばつばちゃんは今何してんの。やばー、うちそれまだ1ページもやってない。冬木さん、どうしたの。冬木さん大丈夫。冬木さん、何、さっきごめん、びっくりしてスマホ落としかけて。ラナキャ、あ、うん、じゃあまた明日。みー出た。お、ちょびっとね。冬木さんは提出が間に合わなかったので先生に怒られていた。